ドカーン。イエーイ、皆さんこんにちは、チョコレートボックスです。はい、今日は何をするかと言いますと、はい、最近寒くなってきたということで、本当に寒いです。今日は SNS 映えする鍋を作りたいと思います。鍋もう完全に前回のカレーを味を占めた感じが、はい、てかクッキング系 YouTuber だった。じゃあ、違いますよ。まあ、やっぱあのみんなでね、やりやすいということで、うん、やっぱまあ冬ね、これから年末年始とかで、はい、みんなで集まる機会も増えると思うんで、見てる人も、うん、なんでそこで友達いるかな。いるよ。いやでも家族とか親戚とか、マブで見て一人でも楽しいよ。そう、でもこの鍋が作れたら友達がいない人も多分友達が増えるということで、じゃあ今日はあのそんな、はい、どんな鍋を作るかというと、はい、あのまあちょっとね、メンバーの中で比較的あの絵を描くのが得意な僕とタックとかちょっとデザインを考えてきたので、ちょっと先にね、どんな鍋を作るか紹介したいと思います。はい、はい、じゃあ自分から。自分は、まあね、前回はあのポケモンの、ね、カレーを作って、はいはいはい、まあ、本当にみんなでね、最近あのポケモンをプレイしてて、うん、でまあ、ポケモンも ね、世間でも流行ってるということで、はい、僕はね、ポケモンの鍋にしたんですけど、見えますか？ちっちゃいの髪があれ、こうやってやったら、こうやって見えますか？ピカチュウとライチュウ捕まえてくるってこと？そう、あのピチュウとピカチュウと、ほんとピチュウもいる、あのライチュウ、ライチュウがいて、なんかこう鍋に潜ってこう鍋を食べてるみたいな、うんうん、捕まえるってこと？え？どういうこと？こいつら捕まえて鍋突っ込むってこと？え、かわいそう。あの、違う、あの、違うの。お風呂に入ってるみたいな。これあの、食べてるの。あー、この子たちが。この子たちが鍋を食べてるよっていうデザイン。別にこいつらを食べようっていう鍋じゃない。煮込んでますから。そう、あの、こねえ、やめてよ、そんなこと言うの。ポケモンたちが鍋を食べに来てるっていう感じをイメージして作りました。はい。はい、ありがとうございます。はい、そして僕は、てれん。シロちゃんお風呂入ってるよ鍋でーす。はい、これはあの元メンバーのシロペンさんですね。ネギのシロペンさんがあのお風呂に入っているような感じのね。そう、だからこれもあのシロペンを食べようっていう鍋です。あ、そうそうそう。これそれ何？髪の毛？食うんだけど。これあのタオル、あのおじさんがそぶられてこういう。おじさん限定。でもまあ、おじさん以外も食べるから。タオルでーす。はい。ということでね、あの、まあ、この2つの鍋をどうぞ、はい、何でね、作るかというと、そう、作っていきたいんですけど、何で作るかと言いますと、はい、こちらです。じゃん、なんと今回、ね、この山盛りの大根ちゃんパンチで作ります。はい、なるほどね。俺はこれが分かんなかったから、うん、シロペンとかピカチュウとか捕まえなかった。なるほどね。違うよ。マジの子入れるんかね。ね、ぬいぐるみとか入れる。こちら大根なんと4本分。そう、うん、これをね、今から見ました。大根おろしにして、そうで、この形を作っていく、ね、アートにする。世ではみぞれ鍋って言うんですか。そうね。でもあのやっぱ大根おろしだけだと色も白いから、ちゃんとね、食紅で発色とかもして、これに近づけて、はい、メンバーからある、みんな。でも茶色とか混ぜ合わせたらできんじゃない。確かに、確かに。そう、なんでこれを使って今日はこの2つの鍋を作っていきたいと思います。はい、レッツゴーゴー。作ろう。今は大根の皮むきをしています。人間が1年間に摂取するぐらいの大根の量です。いうことはないですね。ピーラーってどうやってやるの？そうそうそう。ピーラーの使い方です。逆なんじゃない？え、弱い弱い弱い。え、なんか何してんの？ということで、はい、これをおろしたいと思います。フードプロセッサー。ハイテクの機械が。最新の。これをね、使ったことないから。じゃあやれやれ。できんのか。いきます。本当に大根おろしができるのかという。みんなやろう。いや、入る、入る、絶対入る。じゃあギュッティーでやる。だってもう、だって見てください。これはギチギチ縮れちゃった。じゃあいきます。これをこうやって。わかりました。うん、これで、おおおお、ぐちゃぐちゃ。やっぱりみじん切りになっちゃった。千切りみたいな。はい、こっちはあのー、鍋のお風呂と草原を作ります。
草原お風呂と草原お風呂と大草原不可避。これにあのこれ入れて色つける。はい、なるほどね、食紅。そう簡単なことです。できた。でこれをあんまりなんていうの、隙間がないようにしてくれたらポケモンが沈まないよって。なるほどね、この辺のせんの。何やねんこの食パン。見て、これ大根の姿、パート2。汁こぼれるから気をつけて。これ今まだ千切りみたいな状態。おお、すごい、ふわふわ。しかもこれさ、これが2枚すごいできたんじゃない。見てふわふわちゃんだ。じゃーん、あ、見える。ふわふわちゃんだ。ふわふわちゃんできた。すごい感動的。これあと3回ぐらいやめる。すごいできてるじゃん。あ、でもこっち光ってる。色がいいじゃない。逆に白ペン焼き。あ、でもこれお風呂に入ってるから外れ的なあれだとしたらお風呂に入れないといけない。でも白ペンは草原でもあるじゃん。確かに確かに。かき氷、かき氷なんだよ。かき氷や。包丁で切れば、ここを切って、ほっぺにはこの人参を混ぜたら白ペンができてきました。なんか緑になってきたよ。すげえ緑になってきたかも急に。まだまだ、いや、まだ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 。じゃあ結構緑やで、今ピンクです。緑はピンクです。これはい、ということでこの上に乗せるみぞれと、はい、そして鍋が出来上がりました。やばい、マジの鍋かな。鍋がもうこんな予定だったのかっていう。なんか鍋の色をどうしようってなったんですけど、そう、あのやっぱポケモンだから、あの草原、草むらとか森とかをイメージして、まあじゃあ常盤の森、だいぶダークな、ダークな。遠目から見たらでもさ、草むらに見える。そう、かわいい。なんか緑色の鍋にしてみました。はい。これもうまく、これをこう乗せることができなかったらもう終わり、終わりです。終わりです。今からが一番。そう、でも結構ね、この大根の時期と、そう、これだけでも写真撮りたいよ。最初にもうそこだけちょっと撮ってみたら。撮る撮る。じゃあ
乗せる？乗せる？乗せてください。怖っ。でもさ、全部一番いなくなっても大丈夫なモンスターボールからね。だってキャラクターがいなくなったらさ、俺が作ったモンスターボール。違う。だからそうじゃない？だってキャラクターがなくなるよりさ、モンスターボールもうそうまだいいよ。もっと薄くてよかったかもね。時間勝負だからさ、パパパパって押せないとね。このナイフで。だってモンスターボールがどんどんさ崩れてしちゃうかもしれない。平皿じゃねえんだ。確かにスライドが。いける？あ、でもこれ意外としっかり加速してる。ああ、行きそうじゃん。沈む？沈まないくない？それさ、そこに置く？どこに置く？デザインは考えて。あれ通り？こっちでここに並べたいから。モンスターボールなかったから。なかった。あったよ。手震えてる、手震えてる。あー、壊れた。あー、もうダメだ。あー、もう大丈夫。あー、いける。立ち直した。レアの手が震えてます。せーの。あー、沈むよ、沈む。あ、いい感じじゃん。でもさ、下がさ、やっぱさ、確かに。下が多いから。いやー。急げ。モンスターボールが早く早く。早く。バドミネーターになった。緑になっちゃう。すごい。でもこれ大丈夫？でかい？もしかして？でかいかもしれない。でもきつやの。でもさ、でもこの緑見えない方がいいから。確かに。いいじゃん。押さえてた方がいいんだよ、ピカチュウ。一回誰か。じゃあね、箸持ってきた方がいいかも。あ、すごい。沈まないで。ドラえもんだ。急に突然の小ネタ。いいよ。ラーメンがいい仕事してます今。ピチューそこに行きたいんだけどさ。こっちじゃないの。やばい、モンスターボールが赤が滲んでる。ここになんか。やばい、ダメだ。これね。早く。時間勝負。いいよ。写真だけ撮ろう。用意します。ああ。早く。あとやんない方がいいんだ。やんない。崩れちゃいそう。いや、もういい。もう。触んない方がいい。触んない方がいい。写真撮るし。ああ。何してる。もういいよね。レオ。尻尾の方がいいね。ボロボロだもん。多分でかくてね、重くなっちゃってるんだよ。そうだね。立体的にしなきゃ。やばい。でもでかくなって。でもいいじゃん。いいよ。かわいい。ダイマックスしてる。ああ、そんなに。これね、これ以上ね、モンスターボール強くにいったら、この箸でね、切れちゃう。いいんじゃないこれ。かわいいよ。いいよ、大丈夫。写真するべきの写真。じゃあ、埋めてね。あの動画は見えないから、この角度。はい、ラブリーはユージが作ってくれました。ユージが作これかわいいね。そう。ハートも入れたい。ハートも入れたい。食べて。そう。魔女鍋感はない。まだ。じゃあどうしたらいいんだろう。体から？でもね、文字からの方がいいと思うんだ。文字？文字それ。ピンクにピンクで読めないんじゃない？読めないけど、まあでも作ったから。ハートのハムがなっちゃったんです。オレンジのところに載せてみたら。ああ、いけそう。で、見えないけど、まあ。なんかあるかな。文字はまあなくなってもいいね。体行きたいと思います。うわー、怖っ。いいの？怖い。あー！うわー、沈むー！あ、でも。やばい。でも、これ沈んでいいでしょ、体は。でも、これ以上沈まないやつだよ、もう。じゃあ、手がやばいな。ただ、早くしないと、どんどん色がピンクになっていっちゃう。あ、いいよ。ああ落ち着いて
できた。想像と違う。でも可愛いよ。想像と違います、これは。違うの、これいいんだよ。いいやろ。手が面白いじゃん。じゃあまた白ペンちゃん殴られたみたいな。すごい、深く、傷を癒すかのごとく。あれ、うまくできると思うんだけど。難しい、これ。こういう予定ではなかった。でも色味は可愛いです。可愛い。はい、ということで自己紹介できました。イエーイ、沈んじゃったよ。沈んじゃいました。イエーイ。はい、ということで、煮立ったので、はい、食べたいと思うんですけど、ちょっと一瞬目を話した隙に白ペンダムの方が爆発しちゃって、すごいやばいことになってる。そうだった、汚いことになりました。でもさ、お鍋はさ、美味しそう、ミルフィーユ鍋ですよね。ちょっとお湯かけますね。残酷なことするね。お風呂だから。確かに、パパがやる。うわぁ、崩れた。うわやばい、これ結構顔これね、結構絵面やばいよ。でも、もはや温まれ。顔はそんなに温まなくていいんだよ。そうか、味一緒だから。そう、味は一緒。具材でもちょっと違うけど、これミルフィーユだ。これおろしだけ。じゃあ自分が担当したから、自分今日もポケモン食べようか。自分ライチュー食べていい。うまそうに言ってきたの。いいよ。だってうまいのかな。普通なはず。まあまあね、普通にうまいよ。美味しそうだな。コーヒーどうしてんの。ね、いいよ。ピンクだからさ。待って。やばい。豆腐見て。豆腐あんの。豆腐見て。こっちはいろんな。でもさ、見て、可愛くない。ポルノン。なんだ、キノコの。キノコ食える？エロすぎ。これ食える？肉とか。食えると思うよ。大丈夫？ピンクだから生に見えるだけで。ジェノベーゼパスタ。全部取ったの、大事。大根おろし多くない？え、確かにこれ大根おろしじゃん。これ何？一番下に敷いた。これモンスターボール。やらかしました。それ火通ってないかもワンちゃん。じゃあ自分もじゃあピカチュウもらおうかな。ちょっとやってたら食えるもんってんだけど、いやでもそんなに火を通してないから。なんかさ、これはやばいかも。緑がすごすぎて食欲がさ湧かない。これ緑ちょっと混ぜよう。味一緒ならいいよね。混ぜる。こっちもなって。これ違うのだと。ピンク持った。ピンク持ってくれ。吹いたから。吹いたかな。よそった、みんな。はい、待って。まあ、そうすぎ、この全然火取ってると思う。取ってる。全然取ってる。めっちゃ結構重ねて入れちゃったからさ。でも拭くぐらい。あ、でもそう、死ぬまでやってるから。もうずっとやってるから。いや、大丈夫か。なんかさ、うわ、よきもねえ。何言ったの。モンスターボール。これ。見て。なんかさ、もうさ、黄色と緑はないかも。ダスターもさ、ピチュー追ってってよ。いらない、ね、いらない、ね、この血まみれのピチューも持ってって。あ、これいいじゃん、これ。それ何？肉団子。あ、肉団子入る。いや、待って、草団子これ。もはや。よもぎ。熱。はい。はい。それでは、手を合わせてください。死なないんだよ。いただきます。これさ、見て。これなんだ。これなんだ。ポケモンみたいな。これ、うまい。めっちゃうまいじゃん。うまい。この色から想像できない、うまい。なんかさ、うまい。色彩感覚バグる。はい、ということでね、こんなね、感じで。美味しかったよね、みんな。めっちゃうまい。家で作りますから。なんか、家で、でもリベンジしたい、本当に。リベンジだね。そうね。ちゃんと調べてリベンジしたい。これはね、これですごい新感覚。そう。でも本当に味は美味しかったので、みんなもぜひ試してみてください。はい、良い冬休みをお過ごしください。バイバーイ。メリクリ。